アンクレットアンクレットは足首につける装飾品で語源は手首につけるブレスレットに対して足首、アンクルにつけるブレスレットという意味その素材は銀や金の他金属、比較や樹脂合成繊維と様々である主に若い女性が身につける西洋の国々でも年配の女性が装う姿は見られる近世の英語圏の文献に 初めて登場した時期は1700年代末とされる。アンクレットをつけた姿が、エジプトで壁画や彫像に表された時代を見ると、王朝誕生前、紀元前5000年3100年の時代まで、さのぼり、それ以前の戦士時代から草の茎や鶴を足首に巻いていたと考えられる。アメリカでアンクレットが、 女性のソーシン具として注目された1930年代から20世紀後半にカジュアルからフォーマルなデザインの品が作られフォーマルなアンクレット、銀、金、またはビーズ製は今でいう女性向きのファッションジュエリーだった。ポップカルチャーが広まると若い男女共に革製のアンクレットをつけ特に素足の女性に好まれている。インドの女性は歴史的に年齢を問わず サリーと共に裸足につけ、トーリング付きのアンクレットをパヤルと呼んでいる。また伝統的な花嫁の婚礼衣装には、サリーに欠かせない装飾品とする習慣が今も見られる。両足首のアンクレットをチェーンで結び、足の動きを制限する風習がかつて東南アジアで見られ、小股で歩く女性らしい仕草を生む効果があるとして一般的だったという。 現代でもこの習俗を行う女性はいるものの、公の場ではほとんど見られない。古代エジプト、女性はどの社会階層でもアンクレットを毎日の装飾品として身につけた。形とデザインに定型はなく様々な金属を素材に、金は富裕層、銀や鉄は一般の階層に広まっている。第四、第五、第六王朝の時代。 ビーズを通した紐を数本重ねて、金具で留め付けたアンクレットで飾ったとされ、サッカラにある、第5王朝時代のティア、第6王朝のメレルカのマスタバの壁画に、踊り子が身につけた姿が描かれた。温帯ヨーロッパのブロンズのアンクレットは、ドナウ川、アルプス山脈のふもと、ライン川沿いに、大西洋岸までの各地、さらに、ローヌ川などにわたり、青銅器時代の早い時期に見られる。 紀元前1800年頃以降、アンクレットは特有の青銅器と共に出土、またその分布がクルガンワダの墳墓が発見された広い地域にわたることから草原の遊牧民の文化が共通点と考えられる。インド東部、紀元前180年頃から紀元前68年頃の春画朝の女性の装想においたアンクレットはベルト同様、 必ず身につけ女性らしさを示す、ソーシングである。文献によるとアンクレットは和を砂上に繋いだり、複雑に編んで作っている。筒状のアンクレットの端に並ぶ和は、非常に細工の繊細な例、和を強調した例があり、デザインごとに何か意味が込められたと考えられる。その一例として、社会的に身分が高くない女性が身につける、アンクレットの素朴さと対照的に、マカラを飾るデイバ の装飾性は高い。一世紀のタミル文学の叙事詩に、妻のカンナギが悪徳金細工職人に夫を殺されたチラパタカラムという物語がある。カンナギは夫が自分のアンクレットを売ろうとしたと言い、アンクレットの様子を繰り返し述べるのである。古代には男性の力の象徴であり、伝統的なクシャトリーや王族、武人階級の人々だけが金星のものをつけ、 他のカーストは銀星しか許されなかった。古代中国の武人の墳墓からカワセミのブレスレットとアンクレットが出土した。16世紀にイスラム教が広まるとアンクレットは売春に関わる女性の象徴とされた。クリームやオイルで特別な体の手入れをして香りを身につけるだけでなく女性性やエロチシズムを表現するためアンクレットをはじめとする多くの宝石の宝飾品を まとった。アジアでは十六世紀まで男女を問わずアンクレットをつけ、売春に関わることを示した。一九百年代初頭、エジプト時代からあるアレキサンドリアなどの都会では、女性が当時の服装、ミラーやレフに、ホルハールと呼ぶアンクレットを飾った。小粒の真珠や飾り、金属線の編み込みや時代を経た装飾はすべて流行に取り残されている。コラスは、 細いチェーンをシンプルなデザインにまとめ、ジュエリーの生産者はモチーフを、コラーチュシリ地域性の強さを薄めてきた。以前なら、カロの装いは、サリーと決まっていたが、今は、現代風のファッションに、今風のブレスレットをつけている。同じ足の指を2種類のネイルで飾る女性もいる。少女は、公衆の場で弾奏する必要があったほど、 女性らしさを示すと身持ちが悪いとみなされた古代エジプトにおいてアンクレットは売春に関わる女性の印とされた。マリエム・デルウィッチによるとカルカル、コルコールと呼ばれたアンクレットもやはりエロティックさが一目で伝わる演出手段だった。何が人を魅惑するか。それは私たちの言語や外観の捉え方の文化に根ざしている。例えばカルカルをまとった足首は 詩人の心を激しく揺さぶったのかもしれないと述べている。アジアでは16世紀まで男女を問わず売春に関わることを示すためアンクレットをつけた。金属製の場合に着脱できるタイプでは、おあんり金属製を連ねたデザインに留め具をつけ、インドでパヤル、パジェブあるいはジョンジャルと呼びさで作るタイプがこれに当たる。それに対して金属片を足に合うサイズに曲げて、 両端をハンダ付けした着脱できない固定式があり、アフリカ諸国ではこちらのタイプが圧倒的に多い。これに、皇室の小さな鈴をつけると動くたびに音が鳴り、踊りに音を添える効果や、物意味の風習がある地域では女性が近づいてきたと伝えるために用いられた。また両足につける例が多い東洋、どちらか片方の足のみ飾る西洋という、 大まかな差が見られる。サンチーではかつてアンクレットの大きさも重さも、著しく、時に足首から膝に達した。板を円筒状に丸めてハンダ付けしたデザインは重量感がある。また多くの女性は、軽量のバネ状のアンクレットの上に、円筒状のものを重ね付けして装った。筒状のアンクレットには、横方向に、わずかなデコボコが施され、 足を踏む旅鈴が当たって鳴る音を楽しんだと。鈴の代わりに小石や貝殻をアンクレットに下げて鳴らしたとも考えられ、特に舞踊に用いられた。現代のインドで結婚式の花嫁の衣装に使われるジャハンハーには鎖という意味もあり、地方ではとても重くて人の手を借りないと花嫁が一人で立ち上がれないほどのものがある。アフリカ大陸では冬な 暮らしぶりの象徴と認めている。アンクレットでも、貧馬族の女性が、結婚式の装いでつける部位の字型のものは、最大で、平均である。で、ブレスレットとアンクレットを指す言葉は貴族のみ使える、ものを指す。小さな鈴をつけると動くたびに、音が鳴り、サランガイワや、オリッシーの踊りで足首に巻くもの、また鈴を連ねたものを、グングルーと呼び、足を踏み鳴らして、 鈴の音を前に添える。アンクレレットの鈴は近くに女性がいると伝える役目に使われることがあり、女性が社会に参加しないパルダなどのしきたりがある社会で見られる。足のおしゃれに足の指にリングをつける。時にそのリングが付属としてアンクレットにつながるデザインもある。スキューバダイバーは水中で足が浮かないように足首にをつける。 イスラム教の戒律が厳しくなるにつれ、現代のエジプト人女性は自宅を除く公共の場でアンクレットをつけない。長さは16センチメートル前後、頑丈な表面にトカゲやワニを掘ったものもよく見かける。他に形がカヌーに似た同性のものはタニヤの職人が男女を問わず身につけ、トカゲの彫刻は守護精霊のシンボルだという。 ニジェールのフラニ族の女性はとてもオシャレが好きで、目立つ髪型や凝った髪飾り、アンクレットを普段から身につける。装飾品の数と値打ちが、一家の貧富の目安にされることから、裕な女性で片足に何年もアンクレットを付けたり、片腕にブレスレットを重ね付けする姿は、珍しくない。そのため素材の金属も様々で、金の他アルミニウムから、銀、銅を用いている。 アンクレットが結婚の印とされ、女性に贈る習慣がブルキナファソノにあった。細工の美しさに加え、地金の価格に応じて将来のカップルの社会的な地位を決めたという。300グラム前後でねじったデザインがよく見られる。今後民主共和国に暮らすモンゴ族の女性が身につけるアンクレットは、血納金代わりであり、花嫁候補に贈るアンクレットは五組とされ、 炭蔵で玉とも思えるほど重厚ながっしりとした和感に仕上がることから村の経済を左右する要素になる。表面に装飾はなく重さは一本にも及ぶものがある。ファン人の女性のアンクレットはやはりほどもある。三本の線上の装飾が目立つデザインで、モンゴ族と同様、有能の重要な道具であるばかりか、物々交換に用いることもある。 ヒンディー語とパンジャブ語でバイオールという言葉はアンクレットを指す。インド東部ラジャスタンの女性はかつて世界で最も重いと言われる銀製のアンクレットを身につけて部族への服従を示せた。その女性の姿を競争相手の部族に見せることで女性の属する部族の勇猛さと富を誇ることができたという。女性のファッションとして現代のインドでは見かけることが減り、 農村部でわずかに見られる。伝統的な宝飾品で有名な南東インドのオリッサ州では、女性が着用するアンクレットは、パウンジニューパーと呼ばれ、様々な種類の中に、パダパットマとして知られる足全体を覆うものもある。古墳時代の埴輪に足首に、感情の飾りをつけた例は、東京国立博物館の埴輪腰掛けるミコ像ほか、 和歌山県大日山35号分、6世紀前半に、力士像と人物像の例がある。中国の習俗では、生まれたばかりの幼児に、お守りとして付けさせ、魔物を遠ざけるという点が、伝統的な陰陽の考え方を反映していて、他の地域と比べると、特徴的である。これを、一般向けのアクセサリーに応用して成功した、宝飾店の例がある。 伝統的なソーシングとして身につけるばかりではなく20世紀後半手軽なアクセサリーとして若い人々の間で人気が出始めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。